よく見るこのマシン苦手って方多くないですか？お金つぎ込んで確率来る前取れないじゃんって。しかし状態によっては一発で簡単に取れちゃうんです。まずはサンリオのぬいぐるみからです。ぬいぐるみを狙うときに注目してもらいたいポイントは、引っ掛けられそうなところがあるかどうかです。サンリオの子たちって結構帽子かぶりがちですよね。この帽子こそが引っ掛けポイントなんですね。帽子全体が完全にはぬいぐるみ本体には縫われていないので、わずかな隙間ができます。ここです。そう、ここを胴体側に向かってアームを刺す、これだけです。まあ動画を見てみましょう。初期位置からの状態なんですけれども、見てみましょう。帽子と頭の間にアームを刺しました。落とし口側のアームを使っています。で、ここにアーム緩むんですけど落ちません。ゲットです。一発でゲット。帽子の縫い目付け根をアームの頭側に引っ掛けて刺します。そうすると持ち上がってアームを緩めるんですが、一本のアームが帽子の縫い目で締め付けられているので落ちません。お客さんも驚き。たまに登場するメルカリで買ったアームです。帽子に向かって刺すと、これアーム緩まった時にね、簡単に落ちちゃうんですよ。これってなんですけれども、これがですね、胴体に向かって頭に向かって刺すとアームが持ち上がって緩んで、こんなに揺さぶっても実は落ちないんですね。こういうことなんですよ。さて、ポムポムプリンも帽子の縫い目を胴体に向かって刺すだけなんです。さっきのポチャポと一緒ですね。刺してみてどうでしょうか。上がりますよね。上がってで、アームが緩んでも落ちない。はい、この場合完全落下でゲットのお店でも基本的にはゲット判定になります。リプレイで見ていきましょう。はい、帽子の付け根刺しました。持ち上げます。アームが緩むんですが、落ちずにそのまま獲得口上空まで行きます。帽子の縫い目は強い。胴体に向かって刺すとアームが弱まっても落ちませんね。これ揺さぶってるんですけど、結構揺さぶるんですけど落ちないんですよ。続いてはかなおちゃんの寝そべりぬいぐるみを狙っていくんですけれども、にゃおぴといえば寝そべりぬいぐるみですよね。うん、仰向けになっていたら胴体に向かって脇を刺すだけ、それだけなんです。初期位置なのかわからないんですが、たまたま仰向けだったのでもうやるしかないです。落とし口側のアームでこの脇の間にアームを刺すだけ。すると持ち上がって落ちないで落とし口まで運んでくれます。この動画でどうして取れるのっていうことは詳しく話してはいるんですけれども、ざっくり説明すると、寝そべりぬいぐるみは落とし口側のアームで脇に引っ掛けるとアームが開いてフィールドにリリースされるリスクがなくなるということと、構造上ね、これ引っ掛けるともう外れにくいんですよ。なのでもう寝そべりぬいぐるみは仰向けになってたら落とし口側のアームで脇の間を刺す、それだけ覚えておいてください。もう一回いきますよ。寝そべりぬいぐるみは仰向けにして落とし口側のアームで脇の下に刺す、ただそれだけです。簡単でしょ。今紹介したこの3つのぬいぐるみなんですけれども、まあどんな景品もそうなんですけれども、爪に角度がないと太刀打ちができません。このポチャコは爪の角度が30度でした。で、続いてのポムポムプリンは爪20度の角度だったんですけど普通に取れましたね。で、かなおちゃんも30度でした。ということで、爪にある程度角度があれば実はアームのパワーなくても取れるよと、そういった形になっていますので、ぜひぜひ縫い目を見つけたらこんな感じの取り方、すっごい有効で100円で普通に取れますので、ぜひぜひ狙ってみてください。いいねチャンネル登録、あとコメントが嬉しいよ。さて、以前の動画で急遽始まったペリオシリーズの後半です。前回のおさらい、まあこれペリオって名前じゃないんですけどね。兄貴が取れまして感動の再会、はい、
モテキーナさんで見つけちゃいました。なので後半戦ということでね、やっていこうと思います。ちなみに一発ゲット動画は終了しておりますのでご了承ください。あ、まあ、今言っちゃいましたね、一発で撮れないんですよ、すいません。あの、頑張ります、ひたすらに頑張りますので温かく見守っていただけると嬉しいです。届くか届かないか。届く位置にはなったか、タグが。移動制限でした。さて、ここで優しさモードが来ました。あ、確率ってやつですね。先に言っちゃいますけど。早かったですよね、でもね。これで実はそんなかかってないんですよ。15点なんですよ。優しいですよね。親族を揃えたい。今のとここのペリオでそんな見せ場ないんですけど、最後の方ちゃんとね、あの優しさモードになる前に取れる、しかもちゃんと解説付きになるので、よかったらこのまま見ててください。喉潰しちゃった。ここでチャンス到来。縦長の景品が柵にもたれかかったら、柵側の2本で持ち上げます。3本できちんと掴んじゃうとね、元のところにリリースされちゃう可能性があるので、2本で掴みます。来い、飛ぶんだ飛ぶんだ飛べ。柵に沿ってあくまでも手前2本で持ち上げるイメージです。飛べないペリカンはただのペリカンだぞ、頑張れペリオ、ペリオペリオペリオ、飛ぶんだ飛ぶんだ飛ぶんだ。シャー、人といるとテンションだけやな。触り心地が違う。公平の家に家族が揃いましたとさ。ペリオシリーズ完。ぬいぐるみ一発撮りまとめです。帽子と頭の間、頭側へアームを刺しましょう。帽子と頭の間、頭側にアームを刺しましょう。アーム緩んでも持ってってくれます。なんだったらアーム開いても落ちません。寝そべりぬいぐるみは仰向けにして、落とし口側のアームで頭側へアームを刺しましょう。柵に寄りかかったぬいぐるみは柵側の2本で柵にぬいぐるみが沿うように滑らせましょう。これであなたも3本アームマスター。チャンネル登録2000名様突破ありがとうございます。皆様のおかげでここまで大きなチャンネルとなりました。今後とも変わらぬご愛顧よろしくお願いいたします。いや、始めた頃はこんな1000人すら超えるなんて思ってなかったんで、本当嬉しいです。ありがとうございます。
最後までご覧くださりありがとうございました。いいねやコメントが特に励みになりますので、ぜひお願いいたします。結構ね、ぬいぐるみとこの3本アームって相性がいいんですよ。爪の角度さえあれば攻略法は無限大。